デイスの缶詰デイスは、淡水域、寄水域に生息する、コイモクコイカウグイ族に分類される魚である。ヨーロッパのアルプス山脈北部やアジアの河川等に分布する。フランスやドイツで特に多く、アイルランドでも見られ、餌用の魚として用いられる。最大40センチメートル、1キログラム程度まで育ち、寿命は、最大16年間程度である。デイスは、 典型的な淡水魚であるが、バルト海溝岩では、寄水域にも分布する。pH は6.0から8.0。水温は摂氏4度から摂氏22度の水を好む。砂利の川底の上を流れる清流や、深い湖に住む。冬には、底の方にいるが、夏には、表面近くを泳ぐ。大型淡水魚に捕食され、またその銀色の外見から、 カワカマス属を鶴餌にされる。レイスは活動的な魚で群生する習性があり、非常に多産で春に薄黄色の卵を水生植物の根や浅瀬の砂利の川底に卵を産む。大きさも形も外見はローチによく似ており、どちらも頭や背中は暗い色で、側面は銀色に輝いており、多くの暗い線が鱗に沿って走っている。腹びれ、尻びれは白色で、 薄や赤色を帯びている。背びれ、胸びれ、尾びれは先端が黒い。水性昆虫、水に落ちた昆虫、水底の苔、小魚、魚卵など何でも捕食する典型的な雑食性。アメリカ合衆国ではデイスという名前は他のトガの魚も表す。クリークチャブはコーンドデイスと呼ばれ有名である。肉は美味でしばしば食用にされるが量は 多くないと推定される。釣りでの餌は、ウジやうジのサナギ、ミミズ、パンなどが用いられる。デイスは、水の流れの緩いところにいるので、浮きを利用した釣り方が一般的である。様々な淡水域に生息している魚であるため、年齢を問わず多くの人々にとって釣りの対象となっている。特に夏の間は、ドライフライで釣ることができる。ありがとうございます。